分けるとつけるで、この2つのポイントで誰でも可愛く編み込みができちゃうんです。はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。美咲です。はい、ということで今日も始まりました、美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日は、はい、初心者の方でも簡単にできる編み込みのやり方とボブの編み込みアレンジを紹介したいと思います。はい、わかりました。いや、大丈夫です。はい、でやっぱね、編み込みってやりたいけど、はい、できないっていう方でお客様とも結構多いん で、 そうですね、それを今日はめちゃくちゃ簡単に分かりやすくミサキッチが紹介してくれますんで、はい、ということで、はい、調子乗っております。はい、でもしっかりとやっていきますんで、皆さんぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まずね、3等分の作り方を紹介してもらいたいんですけれども、はい、どのぐらいの分量でやっていくかだと思うんですね。はい、ちょっと紹介してもらえたらと思います。まず普通に分けるとこんな感じで、多分分ける人も多いかなと思うんですけど、結構これだとこう太さがバラバラになってしまって、編み込んでいく途中でどんどんこうバランスが悪くなりやすいので、そうならないために、はい、まあ、別に均等ではなくてもいいってことですよね。そうですね、バッチリ均等じゃなくて大丈夫。じゃあどういうふうにやれば綺麗に取れるのかっていうのをちょっとじゃあ紹介してください。はい、この指をピースの形にして上からシュッと入れてあげると大体均等になりますね。どうですか？なってます。だからまあ、あとはね、これ多分見えない部分でちょっと何回か練習してね、もう感覚でちょっと覚えていってもらわないとダメな部分はあると思うんですけど、そうですね、まあ、でもピースでやると綺麗に感覚で取れるって感じですよね。はい、そうですね。はい、次ね、髪のすくい方をお願いします。はい、普通の三つ編みからすくって、横からすくっていくんですけど、1工程三つ編みをした後に横からすくっていきます。この時にこの真ん中の、ここの真ん中の髪の毛を意識しながらそこまですくっていくんですけど、こんな感じでだいたい真ん中を意識してそこまですくっていくみたいな感じです。もう一回いきますね。サイドのね、ところ、まあ、大体上で分けてるところの延長、はい、下の部分よね、垂直の落ちたところから横から真ん中の髪の毛まで一緒にすくって、はい、ここまでですね。で真ん中に持っていく。もう一回いきますね。外から真ん中くらいまで持って、こんな感じで編み込んでいきます。じゃあ次に実際の裏編みのやり方をお願いします。はい、はい、裏編みは3等分にした髪の毛の外側の髪の毛を下から真ん中に持っていきます。外側の髪の毛を下から真ん中に、そしてまた外から横の髪の毛を作っていきます。作った髪の毛を下から真ん中に、外側の髪の毛を下から真ん中に、これを繰り返して編み込んでいきます。三つ編みがこう上に立体的に出てくるのが裏編みなので、下から上、下から下からこう編み込んでいくとこんな感じでできます。じゃあ次は逆に表編みのやり方をお願いします。はい、表編みはさっきと逆ですね。3等分にした髪の毛を外側から上を通して真ん中に、外側の髪の毛を上を通して真ん中に、でここから横の髪の毛をすくっていきます。すくって上を通して真ん中に、外側からすくって
上を通して真ん中にもう一度繰り返します。すくって上を通して真ん中に、すくって上を通して真ん中に。さっきと反対で立体的には出てこないんですけど、しっかりとこう編み込んでる感じが多分出るかなと思います。こんな感じでできました。編み込みで失敗しやすいポイントとしては、横の作ってくる髪の毛の量が均一じゃなくなってしまったりとかしてしまうと、左右のバランスも悪くなってしまうので形のバランスが崩れてしまうっていうのと、横の作ってこなくてもいい髪の毛も一緒に作ってしまうと髪の毛がつれてしまったりとか、あとはまたこれも形がバランスが悪くなってしまうので失敗しやすいポイントかなと思います。これの解決方法は、まず編み込まない部分はダッカールで留めておく。これはゴムで留めても OK です。それからスタイリング剤をしっかりとつけることでまとまって余計な部分も取りにくくなってすごくやりやすくなるので、これもおすすめです。それではこの編み込みを使ったボブのハーフアップアレンジをやっていきたいと思います。今日使っていく道具はこちらのブラシとこちらのリレイのトリートメントバームのヘアワックスを使っていきます。それからこちらのシリコンゴムとヘアアクセで編み込むときにこちらのダッカールも使っていきたいと思います。それではやっていきます。まずはトリートメントをつけていきます。だいたい小指の爪くらいですね。このくらいの量を手のひらにしっかりと伸ばしてから、内側から毛先の方からですねつけて、しっかりと全体に伸ばしていきます。ハーフアップの場合は内側も結構しっかりつけておくといい感じになります。つけたらブラシで全体を溶かしていきます。こうすると全体にトリートメントがしっかりと行き渡ってくれるので、ここもしっかり溶かしていきます。だいたいこめかみくらいの位置から上の部分を編み込んでいきたいので、この編み込まない部分にダッカールを止めて、この状態から編み込んでいきます。まず表面の部分を取っていきます。この髪の毛を3等分にして、まずは1回三つ編みをしていきます。上から通して真ん中に、上から真ん中に、ここから編み込んでいきます。外側の髪の毛をすくってきて、上から真ん中に、外側の髪の毛をすくってきて、上から真ん中に、これを繰り返していきます。こんな感じで編み込んだら最後三つ編みをしていきます。手が後ろまで届かない人は少し持ち上げてあげると三つ編みがしやすくなります。だいたい毛先まで行ったらここで結んでいきます。少し三つ編みの部分から短い毛が出てきてしまってるんですけど、これはほぐすので大丈夫です。ゴムの部分から三つ編みを少し広げるようにほぐしていきます。ゴムの場合だと引っ張りすぎるとふわっと出てきてしまうので、慎重に慎重にほぐしていきます。下のダッカールを外して形を整えていきます。
最後にゴムを隠すようにクリップを留めたら完成です。編み込みをするだけでこんなに可愛いアレンジができるんです。はい、ということで伊崎さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今日のポイントはじゃあアレンジはおさらいということでね、はい、はい、編み込みのまずポイントですね、うん、編み込みのポイントはブロッキングをしっかりとして編み込まない部分をダッカールで留めておくっていうのと、スタイリング剤をつけることで編み込みやすくなるので、この2つがポイントになります。はい、あと今日のアレンジのポイントはボブの人って結構全部編み込むって難しいので、うん、ハーフアップでちょっと編み込んであげると可愛さもより増してスタイリングできるかなと思います。やっぱね、あの編み込みやりたいっていう方で、やっぱりやりたいけどできないって方結構多いと思うんで、ぜひ ねもう何回も見て皆さんできるようになってください。はい、一緒に練習しましょう。はい、今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。今後もね、皆さんがのためになるような動画をね発信していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。